はい、皆さん、非常に残念なお知らせがあります。干し、魚を干してたり、肉を干してた、ね、件についてはですね、外の、給湯器が、ある、扉の中に、ね、入れておりましてですね、今日ですね、見たところ、腐ってないかなと思って見たところですね、非常にうじがですね、湧きまくっておりました。うじがですね、非常に湧いておりまして、大変な状況になっております。まあ、なんとなく予想はしてたんですが、こちらですね、うじが大量にですね、湧きまして、はい、やばいです。もう食べられません。これはすごい。すごいというか、やばい。これはやばい。ね、うじがですね、誰か予想してたかもね。うじが湧きまくった。すごいぞ、これ。これやばいぞ。触りたくないぞ、これ。普通に触りたくないぞ。まあ、見せましょう。ね。うじがですね。わかるかな？これです。うじはこれです。こいつですね。大量に湧いております。この網をね、通り抜けることができた、おそらくちっちゃいね、ハエがね、おそらく産みつけたのでしょう。ね、ウジが、大量に、湧いております。ウジパーティーになっております。やばいです。気分が悪いです。やっぱダメだね。やっぱ風通しのいいとこに置かないとダメだね。こういうのは。うん。風通しのさ、いいとこにさ、置かないとやっぱダメだよ、これ。ああ、ウジが大量発生。うひゃー。あまりにね、臭かったんで、外にね、まあ最初は室内干ししてたんですけど、室内で干してたんですが、まああまりにもですね、臭くて、耐えられなかったんで、外の、ね、アパートの、なんかパカって開く部分あるじゃん。あそこにね、設置しといたんですけどね。やっぱりダメでした。ああ、もったいねえ。これダメだ、全部。うわあ！落ちたー！うわ、ウジパーティーになってる。やばい、これは。ウジパーティーになってる。きめえ。なんかカブトムシの幼虫みたいになってる。カブトムシの幼虫みたいな芋虫が。やっぱカメゴロウのね、動画を見てね、やろうと思ったんですけど、やっぱダメでした。やっぱ外の風通しのいい日陰とかに置かないとダメですね。やっぱり。うひゃー。うじパーティー。うじパーティーやべえ、これは。うじパ。比較的魚にはよくついてる。
比較的ね、こう見ると、魚にはよくついてはいるんですが、あ、でも肉にもついてるな。肉にもと、うわ、くっせえ！この臭さよ。この臭さ。このさ、海水が腐ったような、この。ね、臭みっていうか、香り。うへぇ。あ、なんだこれ。変な虫もいるぞ、これ。なんだこいつ。変な昆虫もいるぞ、昆虫。昆虫もいます。謎の昆虫。殺しときましょう。あー、こいつすごい、素早い。あーあーあー。なんか黒い昆虫がいる。はい、殺しとこう。あー、来たね。うわー死ね、このウジ。うー、気持ち悪い。久々にこんな気持ち悪いの見た。うわー地面にも張ってるー。ウジが地面にも。気持ち悪い。ということでね、失敗です。完全に、干し肉、失敗。干し肉にするのは失敗です。ということで、ね、今回の失敗をね、まあ、生かしまして、まあ、多分今後は、ほら、これ、見て、この、ここにいるっしょ。うじくん。うひゃー。気持ち悪い。まあ、俺、昔、うじを飼ってたことあるんですけどね。うわーめちゃくちゃいる。あの、コバエは飼ってたことあるんですよ。あの、飛べない、あの、トリニド症状バエっていうやつね。あの、餌にするように、昆虫の餌にするように。あの、クモを飼ってたことがあって、そのクモの餌用に、あの、飼ってたんですよ。ただ今もうクモがね、あの、いなくなりましたんで。うわぁ！これはグロ注意。グロ注意です。これはグロ注意。今更遅いけどグロ注意。くっせぇ！はい、これ捨ててこよう。うぅ気持ち悪い。これは捨ててこよう。ということで、干し魚と干し肉にするのは失敗ということでね。失敗です。ということで、ご視聴ありがとうございました。